やだよね、こんなママ。はい、皆さん、こんにちは、星の子です。今日はディズニーランドに行ってきたので、ディズニーランドで買ったものを紹介します。それでは早速、スタート。で、ディズニーランドに、3月の12日行ってきたんですけど、もうすごい人だったので、大変でした。ねえ。全然良くなかったよ。うーたん全然楽しめてなかったじゃん。ね。ね。なので3時間でね、もう出ちゃいました。今はね、いろいろピンクグッズがたくさん売られていて、私もちょっと今日はピンクの、あとフライアイディのピンクのワンピースで行ってきました。そして私ね、ついにこちら年パスを買ったんです。ランド都市に行けるパスポートがね、3月から4000円安くなるっていうことで、そのタイミングでね買いました。たくさんね、ちょっとチュリさんと2人で行こうかなと思って買いました。今回そう、ちょっと長くなっちゃった、ディズニーランドで購入したものを紹介します。もうね、ピンクが可愛くって、ピンクのものを買っちゃいました。まず1つ目がスパンコールでピカピカのピンク色のカチューシャ買いました。今日はね、こちらをつけてみました。1600円です。これもね、3月の1日だっけかなに発売された新しいカラーのショッキングピンクのお耳のボンボンがついた帽子、3300円です。これまたね、ピンクのグッズなんですけど、こちらめちゃくちゃピンクの銀ギラのリュックです。お耳がねついてて、後ろこんな感じ。しかも軽いんですよ。大きくもなくちっちゃくもなくって感じなので、まあ子供のおむつとか水筒とか、まあお着替えとか入れて十分入るかな。なんかもうピンクピンクすぎて、ちょっと年齢的にちょっと大丈夫かな。こちらのリュックが3600円でした。そして次にこちら、これもピンク色のサングラスです。こんな感じ。まあかけるんじゃなくて、なんかこの辺にこうかけて、なんか可愛いなと思って買ってみました。2000円ですね。なんかちょっと買いすぎちゃったな。なんかもうピンクが大好きなので、ちょっと買っちゃいましたね。いつもは行ってもお土産ね絶対買わないんですよ。なので今回はいつも買ってない分たくさんね買いました。そして次におちびさんのお靴とかお洋服とか買いました。おちびさんはまだね、あの80センチとか90センチなんですけど、100センチ以下が売ってるお洋服屋さん、シンデレラ城の裏にあるシンデレラ城を背にして右側のベビーマインっていうところにベビー用品とかが売ってるところがあるんですけど、そこはね、100センチ以下のものも売っているので、そちらで購入しました。で、そこにはね、おむつとか、あと哺乳瓶とかガーゼとかお尻拭きとか、雨降った時の雨よけのベビーカーのカバーとか傘とかもね、売ってるので、ちっちゃいお子さんがいる方はね、そう、まあ、ベビーセンターもあるんですけど、何かと便利なので行ってみてください。まずはこちら、赤いね、パーカー、ミニーちゃんのパーカーです。時間とか関係なくずっと売られてるものなので、また行った時に私も買ってお揃いで着ようと思います。こう裏肝があってね、あったかそう。3900円でした。次にお靴、これ初めて見た。前からあったのかな。赤のドットになってて、ハートがね散りばめられてて、後ろはこんな感じで星。これは14センチ買いました。そう、ちびさんね、身長も足の大きさもすごく大きいんですよ。あのちょっとサイズね、ちょっと見てくの忘れちゃいましたけど、まだちっちゃいサイズも確かありました。あとはヘアアクセ、じゃーん、こんな感じ。これはミニーちゃんのヘアゴムで、これはデイジー、これはね姪っ子に買いました。で、これはリボンのゴムと、こっちがピン止めで、ちょっとこれは姪っ子と分けようかなと思って買いました。このねゴムとかピン止めとかはワールドバザールの、あのたくさんねお土産屋さんがあるトンネルの中にもたくさんあるんですけど、ベビーマインでも売ってます。このミニーちゃんとデイジーのゴムが700円で、このリボンのゴムとリボンのピン止めが1200円でした。ベビーマインの中にはちょっとしたおもちゃとか絵本とかもあります。子どものねおもちゃとかはワールドバザールの中心をシンデレラ城を目の前にして右に行くんですよ。そうすると左側にあるトイストーリーじゃない、トイステーションっていうところにもママごととか
男の子とか喜びそうなおもちゃとかもたくさんあります。こんな感じです。たくさん人がいたんですけど、もう若い子がすっごい多かった。人混みがねちょっと苦手で、おちびさんもこう人がたくさんいると圧倒されちゃうのかわからないんですけど、すごいね黙り込んで静かになっちゃうんですよ。楽しめてる感じがなかったので、また来月4月の15日以降に行こうかなって思います。でもねその分たくさんなんか視聴者様と会えてとっても楽しかったです。なんかよくディズニーランドとかシーに行くとお土産を紹介してくださいってたくさんねリクエストいただけるんですけど、毎回ねもう絶対買わないんですよ。絶対買わないって決めてるんですよ。大好きなちょっとピンクがあってもう買わずにはいられなかったので久しぶりに買いました。おちびさんもね可愛い格好して行きました。これは A ちゃんの今です。両方この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんでベロ出す。